株式会社 NTT ファシリティーズは日本の組織系建築設計事務所エンジニアリング企業 NTT グループ主要発社の一つ宮低新章永全化の流れを引き継ぐ日本屈指の組織系建築設計事務所エンジニアリング企業である低新章関連のインハウスの設計組織として戦前から日本の建築界をリードし続けてきた 中華人民共和国鎮倒しの都市計画コンペにて1位を獲得するなど国際的にも評価が高い。また、通信設備に関する世界トップレベルの技術を持ち、エネルギー関連のシステムインテグレーションを行っている。新電力最大手のエネットを子会社に持ち、自家発電等の電気の購入、販売、小型の火力発電所やマイクロ型の水力発電に、 ついてのエネルギーコンサルティングを行っている。また、地域新電力会社としての北上新電力、山形新電力、浜松新電力などの設立及び運営に携わっている。マンション高圧一括受電サービスのアグリゲータとして、一般的な電力会社の料金より、約5%安価な電力を提供している。また、サービス利用者を対象にした。 デマンドレスポンスサービス、エネビジョンを通じた、ネガワットアグリゲーションも実施している。2015年3月現在、全国の3万2000個に導入されている。前身の電電公社時代である1962年、独立型通信用電源としての太陽光、発電システムを、福岡県愚の島の公衆電話で実用化した。以来、環境保護の観点から太陽光発電に対する、 需要が高まり、太陽光発電のシステムインテグレーターとして、その構築を行っている。また自社においても2015年4月時点で50カ所に上る太陽光発電事業用サイトを展開しており、そのほとんどがメガソーラーである。すべて現在は提供終了。ありがとうございます。